岡山城の縄張り1974年度国土航空写真より岡山城は備前国王の軍岡山にあった日本の城国指定の史跡別名はカラス城金宇城戦国時代に備前東部から起こってみまさか備中東部まで勢力を伸ばした浮田氏が本拠としたことで金星城郭の基礎が生まれその後小早川氏池田氏により整備 拡張が行われた。岡山城は標高が十数メートルの丘が連なる小高い土地に建設された。当時、旭川川口部は複数の葉川に分岐しており、その中の大津源と呼ばれる広大なデルタ地帯中央に岡山、その西隣に石山、さらにその北西には天神山の三つの丘が連なり、各時代ごとに要害として使用されたとされる。 その中の石山にあった石山城に、浮田直家が入城、改築し、後に、この浮田秀家が隣接する岡山に新たに本丸を設け、石山城を取り込む形で城郭が建造された。これが岡山城である。城の縄張りは、基本的には、梯子角式となっており、三段の城郭配置が西側の一方だけに広がる平山城となっている。言い換えると、 本丸の北から東には、核のない、非常に防備が薄い縄張りである。そのため旭川の流路を変更し、天然の堀として、東側の備えに利用したとされる。さらには、核の代わりとして、公園が築かれたともされる。天守は良い6階の複合式防浪型で、出入り口は付属している縁像に設けられている。特に初重平面形状が歪んだ多角形を、 しているため、同じく歪んだ多角形平面の天守台を持つ安土城天守を模したものではないかと言われているが、橋場秀吉による大阪城天守を模しているという説もある。その外観は黒漆塗りの下見板が特徴的で、この印象からカラス城とも呼ばれ、同じ山陽道の林県の白鷺城とも呼ばれる姫路城と対比されることもある。元禄時代の古地図からは、 五重の堀に囲まれた城郭と南北3 5トル、東西1 3トルに及ぶ城下町の姿が伺える。明治時代に御殿、矢倉、門の大半が取り壊された。堀は内堀の一部を除いてほとんど埋められたが、街路は江戸時代の位置をほぼ踏襲している箇所が多い。さらに第二次大戦中、空襲のため天守、石山門を消失した。 現在までに二つの矢倉、本丸付近の石垣、内堀が残り、戦後に、天守、不明門、廊下門、六十一岩儀城門、兵の一部が再建された。現存する、月見矢倉、西の丸にして矢倉は、国の重要文化財に指定され、岡山城石として史跡にも指定されている。その他、京橋五門が岡山市南区小串に移築され、現存している。 定石は、カラス城公園として整備される一方、二の丸後に、RSK 産業放送、林原美術館、岡山市民会館が、三の丸後に、岡山県庁、岡山県立図書館などの公共機関がある。近年本丸御殿の再建が検討されたが、2008年度時点でも、その目処は、立っていない。また隣接する大名庭園、幸楽園は、水戸。 海楽園、金沢、県独園とともに日本三名園として並び称される。2020年東京オリンピックの聖火リレーでセレブレーション会場となった聖火ランナーは公募により1万人程度が選ばれた聖火リレーについて組織委員会はスポンサー企業4社と各都道府県実行委員会が行ったランナー公募に延べ53万5717件の応募が あったと発表した。平成5年の発掘調査で発見された浮田市、追記時の石垣南北朝時代の昭平年間に、縄市の一族城上上皇子駅が石山台に城を築いたと、備前軍記に書かれているのが最初と伝えられている。その後およそ150年間の城主は明らかではない。なおこの付近には、石管計量、仕方の層の中心部があったとされ、 朝日川河口の港町としても栄えていたとされる。戦国時代の大英年間には、金光氏が居城都市、神奈川城主の松田氏に仕えていた。元気元年、浮北直家が金光高志高を暴殺しこの地を支配した。直家は、備前守護大浦上市の一族、浦上宗影の悲観であったが、備前西部を中心に勢力を急速に伸長していた。天正元年、 直家はそれまでの居城である亀山城から石山城に入城し、城の改築と城下町の形成を行った。この頃の石山城は縄張りが東西に走る連閣式であったと推定されている。直家は北方の山裾にあった西国街道を城の南に沿うように付け替えて城下に導いた。そして備前福岡。 美前最大寺などから商人を呼び寄せ、いわゆる城下町の整備を行うなど、積極的に流通主導による経済振興とも言うべき政策をとった。信長が安土城を築城する3年前のことである。これはなお家が幼少の頃に美前福岡の商人に庇護を受けたと言われていることも無縁ではないと見られている。なお主家である胸陰の居城である。 天神山は巨大なものではあるが、天神山にある山城で、直家の水辺に近い小高い丘の石山城とは対照的である。天正三年には、浦上宗影の兄、正宗の孫を仕立てて、宗影をハリマへ放築し、事実上の下国城を行いやがて、備前、美正か、さらに、ハリマ、備中の一部を支配下に置いた。直家の子、浮っき秀家は、 豊臣政権下で、父の医療を、ほぼ継承し、57万4千国の大大名となる。これに相応した城とするため、天正18年、慶長2年の8年間にわたる、大改修が行われ、近世城閣としての定裁を整えた。秀家は、岡山に本丸を構え、石山城の本丸を二の丸内閣に、二の丸を西の丸とし、そして、内堀を挟んで二の丸。 その西に三の丸の車を整備した。これらは、触方形状角に特徴的な高石垣の積まれた城である。本丸は、本段、中の段、下の段に分かれた構造で、本段の北寄りに金箔瓦を使用した、壮麗な世へ六階の暴露型天守を建てた。そしてそのままでは、本丸の東側の守りが極めて薄い構造となったため、 朝日川本流を城郭の北から東側に沿うように極端に寄り添わせる形とし天然の堀としている。ただしこの付け替えによる明らかに不自然な形の流路は城下に洪水を多発させる原因となりやがて放水路としての百軒川の整備へとつながる。そして城を南から取り巻くように西国往来の道筋を変えて直江時代の城下町を 拡大整備し、引き続き領内の有力商人を勧誘して、経済活動を発展させるよう努めた。築城には、義父となった、秀吉の遺構が大いに働いていると言われている。この後城は、岡山城、城下町は、岡山の古障が定着した。岡山城天守の越えず、月見櫓西の丸西手櫓慶長を5年、関ヶ原の戦いで西軍の主力となった秀家は、 八丈島に流刑となり、浮っきたけは海役となった。代わって、小早川秀明が、備前、美ま坂五十二万国の領主として入場した。秀明は本丸中の弾を拡幅し、三の丸の外側に十五条余りの外堀を掘り三の外極人の整備をして、城下町の拡大を行った。この外堀工事に、農民だけでなく、武士も市役始発化で完成したため、 二十日堀、り、十日堀りと呼ばれている。慶長六年には、中の段南のみすみに、沼城天守を移築したとされ、これは、大南戸倉と呼ばれ、岡山城最大の倉で二層の大入り模屋作りの、上に暴楼を乗せた形式の三層四階の倉であった。秀明は二年後の慶長七年十月に、岡山で急死し、死死がなく、小早川家は断絶した。 慶長八年、備前二十八万国は、針馬姫路上主、池田照正の次男忠次に与えられたが、幼少であったので兄の年高が、備前勧告として、大成した。年高は、石山の生誕の西の丸を整備したと言われている。慶長十八年に忠次は、岡山城に入ったが、慶長二十年に死去した。現長年、忠次の弟、忠男が、 淡路より三十一万五千石で入宝した。幕府の格式に見合った城とするため、た田は本丸中の段を大幅に北側に拡張し、本段の古典に加え新たに、表書院を設けている。また大手の難問を作り替え、城下の生誕を限る、用水路の西側を整備するなど、ここに岡山城の縄張りが完成する。重要文化財に指定されている月宮蔵は、 この頃の創建とされ、中の段の北西角の墨やぐらで一部近付き、本武器、総白漆喰塗り米の壁仕上げの二階建てである。城外からは二層の暴楼型、木内からは三層に見える。江戸期の縄張りは、岡山に、本丸、二の丸内角、石山付近に二の丸内角、西の丸が置かれ、それらの南に二の丸、その西南に三の狂は、 中堀の外に3のクルワのうち、西に3の外局人のうちという配置である。本丸には、天守の他に3つの御殿、大南土矢倉を含む高層の櫓が9棟、さらに2層の櫓、櫓門が多数あった。石山の二の丸内閣には、池田家祖廟、西の丸に全藩主の隠居所が置かれ、二の丸内閣、二の丸は上級武士の屋敷地であった。 三の車と三の車のうちの北側には、西国往来が通り、超人地として、両国経済の中心となっていた。三の車のうちの南半分は、小早川市時代の武家地であり、三の外局林は武家地、外堀を隔てて、寺町や下級武士の屋敷や町人町がさらに広がっていた。寛永九年、忠尾の子、光中が、稲葉鳥取へ転覆し、入れ替わって、 稲葉鳥取から池田三政が三十一万を、戦国で入法した。三政は、年高の子であり、姫路城で生まれたが、父の死後現那元年に、鳥取城主となっていた。以後、幕末まで、三政系池田氏の居城となる。漢文六年上京三年にかけて百軒川の改修整備が実施され、上京四年からは、三政の子、津政により十四年の歳月をかけて、 後楽園を造営する。周囲を土塁と竹垣で囲み、庭園の形を取る者の城を守る核の役割を期待していたとされる。共に、軍大津田英忠氏によるものであり、英忠氏は、静谷学校、藩の神殿開発などにも手腕を発揮した。三つ政によって、昭法2年に遷宮された東照宮が、岡山城の陳寺として存在する。この神社には、 岡山一の祭礼である、東照宮御信仰がある。御信仰の際、岡山城まで御信仰の列が途切れことなく続き、藩主の御拝礼の後、御歓業していた祭礼である。消室前の岡山城天守消室前の岡山城、天守再建天守明治2年の藩赤奉還により、藩主池田明生は、岡山藩知事に任せられ、岡山城は、 藩の不条たる役割を終えて、兵部省管轄、つまり、尊重となった。明治6年の廃条令により順次建物の取り壊し、堀の埋め立てが行われていき、明治15年頃までには、天守、月見櫓、西の丸にして櫓、石山門を残すのみとなった。明治23年、旧藩主池田小生に払い下げられた後、池田家は、岡山県に提供し、 明治29年には本丸跡に県立岡山中学校が建てられた。随所にあった堀の埋め立ては何度かに分けて行われた。こうして昭和初期頃までには定石と見受けられるのは本丸を残すのみとなり、五重の堀に囲まれた巨大な城郭は市街地へと姿を変えた。昭和時代ここからは年表形式にて主な出来事を紹介する。 平成時代岡山城祭の手倉城跡は、カラス城公園として整備されており、復元天守の内部は、博物館となっている。月見倉は、カラス城公園内にあるが、西の丸西手倉は、400メートルほど西の小学校跡地にある。周辺には、高楽園のほか、岡山県立博物館、岡山県立美術館、林原美術館などの文化施設も多い。 放楽園岡山城のコースは岡山の主要観光ルートの一つである。ありがとうございます。